Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。そして新年明けましておめでとうございます。今年もキウナゴヤよろしくお願いいたします。あのね、王子はね、正月ね、早々からね、羊からね、たまにはね、花壇のお手入れをしなさいと言われましてね、ずっとね、3時間ほどね、仕事をやってましたんでね、今日は体の調子がよろしいですね。ただね、まだ、トークの調子はよろしくないかもしれないですけども、よろしくお願いいたします。マスクマンでございます。はい、新年の初夢はなぜかチョコレートを会社のみんなに分けていた夢です。え、もうバレンタイン？わかんないです。誰かからもらったチョコレートを分けてる夢を見ました。初夢です、それが。はい、っていう味噌煮込みスキーと、まだですね、初夢を見ていないんですけども、あ、その前に明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。いや、まだ夢を見ていないんですけども、ただ昨日ですね、 DVD を見ておりまして、エッチな、はい、その DVD 見ておりまして、そこで止めちゃうとさ、何かどんどんみんな期待しちゃうよね。いや、それ膨らますのね、膨らましちゃうよね。あの想像力をみんな豊かにして、ダンサーでございます。はい、そんな3人がお届けします。はい、今週のテーマは夢、ドリーム。今週のテーマは夢、ドリームです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは FM 豊見で MC をされているサッピーさんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイトザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート東海協和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メール行きたいと思います。はい、お願いします。あのね、今日ね、王子ね、ちょっとマスクがね、高機能すぎちゃうのかな、なんかね、息苦しくてね、ちょっともしかしたら聞きづらいかもしれないですけど、申し訳ないですけども、トークが息づいてやっぱりそうかな、いろいろ息苦しいかもしれない。あ、そう。はい、はい、お願いします。ダンサーさん、味噌煮込みスキーさん、マスクマンさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。こちらはですね、はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからですね。ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。最近は夢を見てもあまり覚えてないことが多いですね。楽しい夢を見るコツなどがあるなら教えていただけませんか。今年は皆様にお会いできたらいいなと思っています。ということなんですけども。あとはですね、はい、王子のトークも楽しみにしてますよって。おまだね、潤滑油がね、この季節ね、お口の中パサパサしちゃうからね。さっき水飲んでたじゃない。
それがね、うん、どういうわけかね、うん、あの横からちょっとこぼれてね、そうそうそう、それ拭いてるの見られたらよだれって、みそちゃんに言われましたね。いや、どうしたのかなと。こんないい年でね、よだれはね。いや、わからん文字だからね、何が起こるか、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ行きますね。はい、はい、ぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。1年前に海洋博公園でのイベントで、ビビッと思いを寄せた方の夢、誰にも話さなかったので願いが叶い、今では相思相愛ですね。しかも今年のおみくじも同じ末吉、似た者同士ですね、うん、これからも末長く歩んでいきたいです。なんかどっかの銀行のキャッチフレーズに似てますね。なんかそう、はい、そうなの。でもこのちょっと誰だろう、気になる。うん、うん、でも初詣も一緒に行ったってことですよね。いい関係の方ってことですかね。ね、うん、いいですね。はいはい、はい、続いてですね、はい、泉さんの特急さんさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。僕の夢は沖縄に永住することかな。会社を定年退職したら永住したいですけど、両親のこともあるので今のところ永住は難しいかなってことです。でもこの夢ずっと持ち続けたいなと思っています。ちなみに沖縄は暖かかったので持っていたコートが邪魔でした。じゃあまたやってことですね。ね、あの親戚の方が沖縄にいらっしゃるんで ね、 でね、まあなんかね、沖縄行かれたそうですけど暑かったんですね。羨ましいですね。名古屋でもあれでしたね、31雪でしたよね。雪もう、はい、寒かったです。寒かったですね、うん、はい、じゃあメールいきますね、はい、名古屋の皆さんこんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ラジオネーム愛媛のしんちゃんさんです。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日のテーマ夢ですが、夢は宝くじを当てて沖縄に移住することです。住むとしたらどこがいいか迷っています。那覇の都会的な雰囲気も好きですし、茶壇のおしゃれな賑やかな感じも好きです。北部のやんばるの自然に囲まれての生活もいいですね。竹富島や波照間島の離島での生活も憧れます。あー迷ってしまいます。宝くじが当たったらゆっくり考えますね。いつか夢が叶いますように。名古屋のダンサーズさん、マスクマンさん、味噌煮込みスキーさん、宝くじが当たって沖縄に住むとしたらどこに住みたいですか、っていう質問です。すごく難しいです ね、 ですね。難しいですね。それぞれいいところ が、ね、がありますよね。でもなぜかおろくに住んでる説が出てましたよね。おろくとね、新都心よく新都心に住んでる説がね、なんかね、イオンで目撃されたとかね、おろくのイオンで見たでもそんなに行かないんですね。たまたま一回行ったやつが見られてたんですよね、あれなのかな、うん、あの再エネ実本当にあの目撃されたっていうのは、ああそれはね、はい、だからよくあれじゃないですか、はい、あのね、こう私たち3人ね、はい、名古屋と言われてますけど、はい、本当は名古屋にいるんじゃないのって、はい、ね、そういう話もね、マスクマンはあんたどこねって言われて、名古屋って答えると、あ名古屋って、だよね、ね、そんな感じでございます、はい、そんな感じです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。あのね、先ほどのね、はい、プライベートジェットさんからね、はい、楽しい夢を見るコツがあるのでしょうかっていうことなんですけども、はい、やっぱりね、楽しい夢となるとね、やっぱ寝る前にね、ちょっと興奮気味にしないとね、うん、なかなか楽しい、ね、夢は見れないですよね。興奮気味にしたら寝れなくならないの？いやいや、それでちょっとこうね、気持ちを高揚させて、うん、そうするとね、まあ、寝れるは寝れるんですけどね、はい、うん、やっぱそれまでにこうね、目に焼き付けとくっていうね、やっぱいろんなこうムービーをですね、もう、うん、ちょっとあまりしまった、こんなの時間に使わなきゃよかった。メールいいですか。どうぞ。お三方さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。古文新一です。ありがとうございます。今年も楽しい番組をよろしくお願いします。ありがとうございます。テーマ夢、今年も受験シーズンに入ってきましたが、僕は
入学試験を受ける夢をよく見ます。しかもせっかく苦労して入った大学を自主退学し同じ大学を受験し直すという理不尽な夢です。うん、苦い浪人生活を経験したせいでしょうか。そうなんですか。皆さんは何度も見る夢ってありますかって、うん、ね、なんでも嫌ですね、うん、夢とはいえ、うん、なんかそんなまた同じところに入り直すっていう夢って辛い。でもね、案外ね、あのそういう甘い見たなっていう夢を、うん、あの見てる時あるんですね。ただそれがねこう鮮明に思い出せないんですよね。寝てる間はあ前とも前も見たぞみたいな感じで、同じような感じのね、うんうん、夢だなっていうのは自分でわかるんですけど、うん、それがね目覚めて、詳しくどうだったかなって考えるとやっぱり出てこないんですよね、うん、夢ね。なんかすごいバスに乗り遅れる夢とかすごい見ます。はいはい、多分やっぱり普段からバタバタしてるからかな。すごいなんか会社に間に合わないぞっていう夢とか、バスが渋滞してなんか進まないとか、うんうん、バスが乗れそうで乗れないとか、そんな夢ばっかり見る、うん、はい、はいはい、ということで、CM の後はゲストコーナーです。サッピさんです。はい、キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、電話ゲストコーナーです。今日は、FM 豊見で MC をされているサッピーさんです。こんばんは。こんばんは。どうしたんですか。なんか変な感じです。変な感じ。変な感じですか。すごい変な感じ。変な感じがしております。はい、そうですか。あのすいません、改めてですけど、あの自己紹介の方お願いしてもよろしかったですか。はい、はい、これは聞こえてるんですか皆さん。私は何も聞こえてないので。聞こえないですか。あ、声は聞こえてるんですけど、はい、なんか、はい、あの変な感じがするので。変な感じ。ちゃんと声は届いてるんですかね。はい、あの流れております。ちゃんと届いております。はい、届いております。BGM もちゃんと流れてます。はい、あ、よかったです。はい、私、FM って読みで毎週月曜日の夜8時から、1時間番組をさせていただいております。8時はやっぱりハイハイハイの MC、サッピーです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうしたんですか。どうしたんですか。もう、なんかすごい変な感じです。めっちゃ緊張してるんですか。
いや、緊張しますよ。なんか、はい、電話だし、ええ、私、周りに誰もいないし。そう、いつもはね、あの、ラジオで、はい、とてもね、あの、楽しいトークを、うん、聞かせていただいてますので、その、いつもの感じでよろしくお願いします。はい、わかりました。いつも鋭いトークされてるじゃないですか。いやいや、そんなもう、鋭いトークなんてもう。あ、あれですか。あれですか。あれですか。あれですね。今年も健在ですね。健在ですね。はい。いや、実はですね、この、はい、隣にいるものがですね、その鋭いトークを対抗するぞということで意気込んでいるものがいますので、はい。あ、そうなんですね。はい、とても楽しみにね、今日ワクワクして。はい。はい。はい、変わります。お元気ですか。あーってサピーさん本当にねお久しぶりでございます。本当の久しぶりで、もう誰なのかがちょっと覚えてないんですけども、あらこんなにインパクトがあるのにまたねガラス越しからね覗いちゃうよ。やめてください。今デッキンです。ね、今ちょっとギャラリーはできないということでね、そうだね、このご時世ですからね。ね、本当に、ね、心だけはね本当にね届けたいと思いますよ。いや、聞いてます。毎週聞いていただいてますか。聞いてあよく聞いて、あ、いいところつきますね。聞いてねえな、絶対。聞いてねえな。もう最近で、ね、このね、キーウ名古屋にね、ちょっとね、心血注いでますのでね、今日はね、まだ。いや、曜日が違うけど。あ、そうだね。曜日が違う。うん。まだね、新年始まったばっかりで、で王子もね、はい、まだ口の中パサパサなんですよね。この時期ちょっとパサパサになるよね。乾燥する時期は。おだまり。で、それはね、サッピーさんもよくわかるんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと。そうですね、もうパサパサですね。うん、パサパサになるとくっついちゃうよね。くっつかないですけど。え？ほら、困ってられるじゃないですか。そういうと、もっと、いつものように、マシンガントークで。マシンガン、何をしゃべればよろしいでしょうか。いや、なんでもいいですよ。マシンガントークでね。前の時もですね、もう王子ね、はい、本当にね、いじくり返されてね、もう王子たじたじっていう感じでしたからね。おだまり。おだまりって言われてました。おだまりですね。あ、よくね、これ入りますね。これとね、楽しそうですね、はい。いや、もうね、めちゃくちゃ楽しいんですけど、もう今日はね、テンションがね、もう上がりまくってね、サッピーさんにね、喋る間合いを与えないぐらいのね、こうテンションが上がってしまいましたね、王子もね。いや、ちょっと、サッピーさんに話す時間。話す時間が。喋らせていただいていいですか。そうなんですよ。そうだね。どんどん、トークしてください。いやいや、放置プレイですか？なんか、何かないんですか？サッピーに、ご質問みたいなの。サッピーさん、実は、この今、スタジオに、はい、来沖15周年のね、ボトルが実は、まだ新させて飲んでないんですよ。これ、大事に取ってあって。はい、ツイキャスをご覧ですよ。そう。ツイキャスをご覧の方、もしかしたらこれ見えるかな。なんですけど、はい、ありがとうございます。ね、これ何年前でしたかね、ダンサー。これって2年、3年前、うん、そうですか、はい、2年ぐらい、2、3年前ですね、はい。そうなんですよ。この、15周年、はい、サッピさんの15周年のあった日の翌日に、はい、うちの夢は沖縄に行きました。来ました。ああ、そうなんだ、ね。はい。あの時は来ていただいてありがとうございます。私一人だけで。そうなんです。私はどうしても仕事が休めなくて行けなくて、はいはい、あれだったんで。あの時ね、たまたまなんですけど、うん、永年休暇だったんですよ。会社から5日間休みもらえて。めっちゃいいですね。それで9連休にしたんかな。9連休。9連休。土日を前後にくっつけて9連休にして行ったんですよ。はいはいはい。で、そのサッピーさんと会う前は、実は私、金にいたんですよ。金、はい、金って、ああ、うん、地名の金ね。うん。はい、金ですよね、はい。金から来ていただいたってことですよね。そうです、金なんですよ。から、そうですね、サッピーさんの15周年パーティーの会場に、ね、駆けつけた。めちゃ雨降ってた覚えがありますけど。天気も覚えてる。確かにめちゃめちゃ降ってました、ね。はい。そう。あ、でも20周年は、さらに盛大にやろうと思っておりますので。あと何年後ですか？どこでやるんですか？セルラーですか？ちょっとホテルでも貸し切っちゃう。いやいや、もうホテルじゃなくて、ね、セルラーにしましょうよ。ドームだろ、スタジアムだよね。スタジアムの？コンベンションセンターでやりたいんですけどね。コンベンション？なんかアムロちゃんみたいですよね。それぐらいの勢いで。はい。あ、コンベンション。じゃあ、
言っときます。押さえておきますんで。押、は、さ、い、えてください。押さえておきますんで。そのどの権力でそれを。その代わり会費はちょっと5万ぐらい取りますね。ねえ、あの、会場代めちゃくちゃ高いですよね。大丈夫、大丈夫。大丈夫。あの、あれでなんとかなりますから。あれで、あの、もうあれがあれなんで、あれで。FM トヨミで番組をされてますけれど、はい、番組は何年続けられてるんですか？番組はもう13年ぐらいですかね。わかんないです。あの、開局当初からですか？開局当初からやっているので、すごい。すごいですね。その、ラジオをやるきっかけって何ですか？その番組を始め、はいはいはいを始めようと思ったきっかけですけど。え、あの、単純に有名人になりたかったから。あ、で、うん、題名、その、番組のタイトルも、ね、はい、テレビのタイトルから取ったそうですよね、はい、そうですね、その当時やってたあの、はい、ヘイヘイヘイっていう音楽番組をもじって、うんうん、はいはいはいってしましたへえ、今、うん、その番組の方が先に終わっちゃったんですか、ね、そうですね、そうそうそう、だから、ね、あの私が引き継いだ感じでさすがです、あ、ね、もう長寿番組になるじゃないですか、ね、本当ですよ ね、 うん、ね、死ぬまで やってやろうかなと思ってますけど、そうなんですか、もう何、もう杖をつきながら、そうですね、やるんですか、ヨボヨボになっても頑張ってやっていこうかなと、ヨボヨボになっても鋭いトークをされると、そうですね、そこは健在だと思います、健在で抜けない限り、抜けないですよ、大丈夫ですよ、え、何が、あれですよ、あ、やっぱり、ね、うん、大丈夫、王子全然喋らないじゃないですか、じゃあちょっと今ね聞いてるじゃあ、いろいろ、じゃあ、いろいろ考えて、久しぶりだから。ちょっとなんで聞いてるの？聞いて喋って。だから、さっきね。リスナーじゃないですか。じゃあ、だからね、先ほどね、王子が喋るとずっと喋っちゃうから、うん、ちょっとね、今セーブしてたの、ね、うん、そうそう、ずっとね、頭の中にね、サッピー、うん、ハッピーがね、ずっとね、もう巡り巡ってね、どうしようかしらと思って。そうそう、BGM をね、そうそう、そう、先ほどのあの BG ですけども、あれ、はい、どなたが歌ってられたんですかね、リューティーさんに作っていただいて、リューティーの武見さんが歌ってますね。あ、そうなんですね。これ、はい、なぜあのリューティーさんが提供されたんですか。なんだったかな、なんかそういう話になって、うん、あの歌詞は私が書くので曲作ってくださいってお願いして、詞を渡して作ってもらったみたいな感じで、ね、あの10周年の時のね、はい、曲ですね、記念曲ですもんね、はい、うん、ああ、そうなんですね。じゃあ10周年の時に番組でかあの流してた曲ですか。そうですね、エンディングで流してました。ああ、でも最近なんかね、この曲もあまり聴いてないので流してほしいですね。そうですね、もうそれ10周年って言ってますからね、歌詞の中に入ってます、まあ、言ってますけど、まあそれはそれと、ね、たまには、ね、いいですよね、うん、きっとたまにはいいかも。ちょっとあの私が 歌を変えて、あの、なんていうんですか、たけみさんが歌ってるので、サッピーバージョンを録音して歌いたいと思います。はい、ああ、いいですね。それも、ね、いいと思いますよ。もう、OK があるんだったら、絶対ね、あの、録音していただいて、歌ってほしいですね。ちょっとでも楽しいトークのところありますけど、もう時間が、ね、もう時間なの。そうなんです、ね、あのね、番組の宣伝をしていただけますでしょうか。うん、あの、他局ですけど、大丈夫です。いいですか、あの皆さん、はい、あの聞いていただいている皆様、FM とよみで毎週月曜日の夜8時から番組しております、はいはいはいです、ハッピーです、よろしくお願いします、ぜひ聞いてください。はい、皆様聞いてくださいね、はい、あの最後に一言、はい、昔ね、サッピーさんとカラオケでデュエットしようねって言ったことあったよね、はい、いや、もうちょっと覚えてないんです。え、覚えてないの。これね、なんかね、あのね、お話したような気がしてね、今のね、あ、そうなん、うん、今のね、ハッピーサッピー歌ってみようかなって。はい、すいません、はい、残念ながらちょっとお時間がね、来たので、一緒にね、また、ね、あの番組を聞いていただければと思います。はい、ありがとうございます。月曜日、夜8時からです。夜8時からです。時間です。はい、サッピーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。キユナ名古屋。
ッピーさんでした。ありがとうございました。尾が力持ちさんが王子のトーク下手ですね。うん、ダメ出しされてる。だってまだ新年始まったばっかりだから、ね。テンション低すぎたでしょ。はい。ということで、メールいきますね。はい。はい。キリ名古屋の皆さん、新年明けましておめでとうございます。そして、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、夢。石垣島出身、ビギンさんの歌。おじい島のオリオンビルという歌の歌詞の中に、夢はいる、やめよう。ごめんなさい。音痴だから、そのまま読みます。夢はいろいろある方が良い。夢の数だけあり乾杯というくだりがあります。この歌詞が出てくると、その後、三つ星掲げてたっかだっかと、ビールに託したうちなの。って、まあ、いろいろ書いてあるんですけど。夢、ちょっと書けてない。でも上手よ。夢頼むから。美味しいさ、ワッター島のオリオンビールというと最高潮に盛り上がります。たくさんの人が皆それぞれの夢を持っていて、その夢の数だけ乾杯しようと、今夜の番組はそういう温かい気分で聞きたいなと思いました。素晴らしいコメント。あ、ところで僕の夢はお金に困らず、ゆったりと生活したいことですな。夢ですね。では番組最後まで聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい。なんか歌おうと思ったんだけどさ、うまくいかなかった。今のね、あの歌がずっと耳に残っちゃっても。ごめんなさい。サッピーさんの歌からなんか。そうだね。すいません。今日歌の時間かな。はい。メールお願いします。はい。銭形警部からですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。縁起のいい夢で、過去に2回、蛇が現れた夢を見たことがあります。はいはい、一度目は、今から10年ほど前に、私自身が、白蛇に巻きつかれた夢を見て、白蛇ってことですね。うん、2度目は、3年前ぐらいに蛇2匹に追いかけられる夢を見ました。俗に蛇の夢を見たら大きいお金が入るということを聞いたことがありますけど、未だそういうことがないですね。今年は、蛇の夢を見たことが本当になるといいですね。お三方は蛇などの縁起のいい夢を見たことがありますか？ということですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ゲキちゃんさんツイキャスで、夢ですか、うん、夢を持たずに生きてきたので、夢という夢はありませんが、好きな人と結婚することが夢かなということで。はい。はい。煉獄ひろちさん、テーマが夢ということで、うん、僕の夢は小さい頃から、あの夢の国で働きたいという夢があり、40になった今も夢が叶うといいなと思ってます。はい。はい。武田さん、お茶ありがとうございます。ありがとうございます。あ、坂源さん、ご無沙汰です。ね、ご無沙汰します。20周年は顔を出そうってね、サッピーさんの、うん。そうですね。はい。ということで、はい、ごめんなさい。時間がエンディングです。はい。来週のテーマは塩、ソルト。来週のテーマは塩です。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海共和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプル A と名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓高級木材のご用名は名古屋高川名木個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさんこちらの提供でお送りいたしました。はい、はい今週もというか今年も、スポンサーさん、はい、リスナーさんよろしくお願いいたしま す, しお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。閉店ガラガラ。はい、はい、今週もお聞きくださいましてありがとうございました。ありがとうございます。鶴ヶ島のカーズ兄さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。岡地からもじさんも、はい青森からツイキャス見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。千葉大変お世話になりました。ツイッターでも連絡しましたが本日旧名古屋から年賀状が届きました。誠にありがとうございますということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。岡地からもじさんバスに乗り遅れる夢去年見ましたって。あらシュプリームさん、サッピーさんや、あ、ミネラミラクルさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ということです。はい。はい。ということで。はい、以上ですね。はい、以上ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。塩です。来週は。